はい、というわけで今回もまた紹介していきたいかなと思うんですけども、こちらもうちローなんとかでね、452円の488円税込みでですね、のもので、ご紹介していきたいかなと思うんですけどもね、まあ、なかなかお安く買えることができまして、1つ500円ぐらいで買える、本来だったら698円ですから500円ぐらいでは買っても買えることはできないんですけども、まあこれで2台分ね、1000円分ぐらい買うことができるので、まあ、非常にいいなっていう感じです。では行ってまいりましょう。こちらですね。で、こちらのやつの中身がですね、こんな感じになってるんですよ。では、はい、出てきましたね。こちらなんでございますね。これは何ですかっていうとですね、スバルのサンバーですね。スーパー北って書いてあります。スーパー北のものですね。今これはちょっと今箱からパイプ出したんですけども、まあシールみたいなのがついてるわけではないので、パイプボンド出したんですけども、まああれですね、これはあれですね、もともとこういう風になってるんですね。スーパー北って書いてあって、なかなかいいですね。夢銀座モールっていうか、なんだかなんだかかって書いてありますね。で、こうやって開けると、ほらこんな風にね、洋服とか、なんだろう、パソコンとかいろいろ買えるんですかね。まあこういう風になってるとね、スーパーですねって感じです。なかなかいいですね。これこうやって買うと、こういう風にスーパー買えようみたいな、でこういう風に上にサンルーフみたいな排気口みたいなのがついてます。でこっちがこういう風な感じで、これも排気口かな。でこういう風になってます。まあ、こういう風にならないと熱がこもっちゃうんでね、こういう風に開けて空気を外に出すということですかね。まあこれもこれでなかなかこう可愛らしい感じ、可愛らしいっていうか、なんて申しましょうかね、こうおしゃれ感っていうのが出てきていていいですね。内装もこれ黄色になっておりまして、なかなかいいなって感じですね。で、そうですね、こういったのをトミカのメーカーって作るの、こういった感じのシリーズ作るの得意なんですね。だからもうどんどん買ってしまうんですけども、まあなかなかいいなっていう感じです。まあその中でもこのシリーズの中で今すげえ人気が立って、高くなってるのこれですね。このランボルギーニですよ。高級ホテルワルサワのスイートルームってのがあるんですけど、これが今めちゃくちゃ高い値段になっちゃっててですね、なかなかこれ買えなくようなじ なってるんですよ。だからまあこれをね、手に入れられるとね、いいのかなっていう感じですけども、まあなかなかこれ高くなってるんでね、買うのはちょっと苦労するかなと思いますけども、なかなかいいなっていう。ただこういうやつのやつはね、何が入ってるか分かんないですから、もう買うと何が入ってんだかが分かんないっていう、それが唯一のね、まあある意味泣きどころみたいな。だから下手したら同じものがダブってしまうっていうね。私はあんまり同じものがダブるっていうのは嫌なんで、やはりね、お金を出して買うわけだから、一車種一台にすごいこだわるので、やっぱりその同じものがダブルってのは嫌なので、まあ違うものが今回2つ手に入れて、違うものが入ったっていう感じで、非常に良かったなっていう感じですね。まああとはまあこれらの車がね、まだまだたくさんあるわけですけども、まあなかなかのいいなっていう感じのものにね、仕上がっていて、1台1台でそれぞれ個性が強くて、可愛らしくていいなっていう、そういう感じです。まあ、こういうものを手に入れるとまた欲しくなるんで、これが出てくる以前にもこういうくじがありまして、それはね、新聞配達のやつだとかね、まあ架空、まあ実写はあるんだけど架空の街をベースにして、まあそれもやはり街を全部集めるとちょっとした街ができますよっていう感じだったんですよ。まあそれも最初はどうなのかなって思ってるんですけど、やっぱり年月が経ってくると見方って変わってくるもんで、それもそれでまたいいのかなっていうふうに最近はこう思うようになりましたのでね。まあそれはまあ近々また手に入れたいかなと思いますけど、もうそれは今新品では
買うことができないんで、まあ、どっかの売り